ポップライン、ポップライン、ポップラインのランニングダムシー、ポッポッポーチから、さあ本日はこちらの商品を徹底レビューしていきたいと思います。ズドン、カロスペース3でございます。お値段の方なんですけども、税込み3万3000円になっております。 GPS 時計っていうのは最近も値上がりで5万以上してしまうっていうところがねあるんですけども、なんと3万3000円でございます。新登場ということで、僕今までですね約3年間カロスのペース2をね使用させていただいてたんですけど、今つけてる方がこちらのペース3でございます。なのでペース2とペース3の違いについてもね言及しながら徹底レビューしていきたいなと思っております。まずペース2の方がですね、このカロスの肝と言っても過言ではない重量ですね、 29g だったのがこのペース3になって 1g だけ、 30g になって 1g だけ増量されたんですけども、機能の方はねだいぶアップデートされてるんで、 1g でこんだけ機能増やしちゃって大丈夫なのカロスさんっていうところなんですけども、ナイロンの方が 30g で、僕が今つけてるねシリコンの方がね 39g になります。なのでシリコンの方がまあ約 9g くらい重くなってるんですけど、さらにですねこのカロスといえばバッテリーの持ちがめちゃめちゃいいんですよ。もうびっくりするくらい、2の時からねバッテリーの持ちえぐいなと思ってたんですけど、日常使用で、まあ、約20日間だったのはこのペース3になってから24日間になりました。 GPS 時計持ってる方で一番ねやっぱ気になるっていうか億劫だなって思う瞬間、この充電するタイミングじゃないですか。たまたまレース前とかに、うわ充電なくなってて充電器持って行ってないとか、そういうことにもね結構遭遇する可能性あると思うんですけど、このペース3、ペース2だったらもうバッテリーの心配をほぼしなくていいっていうところがねだいぶありがたい点かなと思います。24日ですからね、ほぼ約1ヶ月丸々持つっていうことです。で、GPS をね使用してる最中のこのバッテリーの持ちなんですけど、通常の GPS モードだとペース2の方は30時間で、ペース3の方は38時間持ちます。で、このペース3の方はですね、その GPS のモードも3段階あって、普通の標準モード、さらに全部の5つの GPS 惑星を、使ったモードもあるんですけど、それの方が25時間で、その5つの惑星を使った GPS をさらに2周波で捉えるデュアルモードってやつで15時間になっております。5つの惑星を使って、なのでまあウルトラでもね実際僕100キロ24時間以内にギリ走れたんですけど、まあ、38時間あれば全然持ちますし、なんならそのかなりレベルの高い周波数で撮ってる GPS モードでもまあ持ちますよって感じになってます。なのでウルトラランナーとか、まあトレイル、その100マイルやりますみたいな、なんか1日越してやりますって人でも使える GPS になってるんで、かなりいい感じなんじゃないかなと。さらにね2でも十分だったんですけどね、30時間でも十分なんですけど、それをさらに38時間になったということで、至れり尽くせりでございます。そしてこちらのウォッチフェイスの大きさなんですけども、両方ね 1.2 インチになってまして、こちらの3の方はですねタッチパネルも搭載されてます。全てがタッチパネルってわけではないんですけど、タッチパネルで使えるところもあって、まあ操作性が上がってるなと思います。で、僕はねこの両方シリコンバンドの方を使ってるんですけど、まあシリコン具合は一緒ですし、さらにこのさっき言ったウォッチフェイスの部分の大きさは一緒なんですけど、ちょっとね見え方が違うのは、この周りが若干この同じ白でもここだけ黒くなってますね。ここはねウォッチフェイスじゃなくてプラスチック部分なんですけど、こっちは黒で、3の方が新しくね黒で、2の方は白、ここがちょっとだから盤面がちょっとだけ大きく見えるんですけど、実際ウォッチフェイス自体はね同じ大きさになってます。後ろもまあこの3の方がより心拍をね捉えてくれそうな、まあ心拍もねデュアル周波数を使ってるみたいなんですけども、二重のねシステムになってます。で、バンドの方はまあ2の方は白とグレーがちょっとね散りばめられてるシリコンになってるんですけど、こちらも完全にオールホワイトになってますね。現在ナイロンバンド、シリコンバンドを含め5つのバリエーションが発売されております、
あと違いで言うとね、この隙間から見えるこっちが2なんですけど、こちらがね別にそのまんま何もくり抜かれてない状態なんですけど、3の方は若干くり抜かれてる状態なんで、まあねプラス 1g 増量に抑えられた要因はこちらのこういう細かいところにねあるんじゃないかなと思ってます。ボタンはね両方2つなんですけども、こちら上がね相変わらずダイヤル式になってるんで、僕はねこの使用性めちゃめちゃ好きなんですよね。こうやってやるともう一目瞭然で、押したらこうやってランモードに行けたり、こっちもね一緒なんですけどするんですけど、このランモードの中で僕の中で一番お気に入りの点はまず1個、この開始する前にこの GPS モードだとバッテリーがどんだけ持ちますよっていう時間がね表示されるようになりました。前までは、今このバッテリー状態が 99% なんですけど、バッテリーが何パーあるかでしか分かんなかったんですよスタート前。ただこれだとね何時間持ちますよって分かるんで、だいたいまあ今から何時間走るからっていう逆算ができるようになりましたね。でさらにもう一個、このランモードを始めた時に、ラップを取りますと、ラップを取るときにラップがすごく見やすくなりました。このラップ1、さらにラップ2、今までのねやつだとラップがねちょっと見づらかったの、ここにねラップが1って出てくるんですけど、トラックとか練習するときとかにねちょっとスピード出してるとラップの数をね見誤ったりねしてたんですけども、それがねだいぶ改善される仕様になったんじゃないかなと思います。2と引き続きの2もだったんですけど、3の方も防水仕様になっております。だから僕は結構2はねほぼもう肌身離さず、あのお風呂の時もね、使ってましたけども、不都合なかったんで、もう3もねそんな感じでいこうかなと思ってます。そしてこのねペース3の僕の中での最大の進化といったらこちらでございます。音楽聴けるようになっちゃったんですよ皆さん。音楽が33,000円でなんと音楽をこの時計だけでね聴けるようになったっていう、こちらの進化、2ではなかった機能なんですけど3になって MP3 をねこの中に取り込んでしまえば、なんと音楽が聞こえるようになっちゃいました。でそこでねこういうとこでもねタッチパネルがこうやって作動するようになって、タッチパネルでいけるようになりましたということでございます。僕の中でこのね進化はだいぶでかくてかなり嬉しいですね。携帯持っていかなくてももうこのカロスさえあればペース3さえあれば音楽が聴けるっていう状態になりました。あとはですね、まあカメラもコントロールできるんですけど、まあインスタ360とか、あと GoPro ですねをこの時計で作動させるようにできることもできるようになりましたし、あとは新しい機能で言うとこのオキシメーターですね。オキシメーターちょっとやってみますか、せっかくなんで。まあ、2500m 以上の順応性を評価するって、 2500m 以上であなたの体どんくらいなんだっていう感じを今ね測定中なんですけども、さあどういう値が出るか、だコーチトレーニングとかでねあまりに下がっちゃうとちょっと今日は激しい練習しない方がいいとか、そういうのが分かるような感じですね。この機能は僕の 2500m 以上の順応性は 96% ということで、これね僕ボリビアのラパスってとこに行ったことあるんですけど、そこの空港が 4000m くらいなんですよ標高。そこに一気に飛行機で行くんですけども、友達たちとね数人で行ったんですけど、僕以外全員高山病になったんで、それを考えるとやっぱり僕は結構高いところに順応してるのかなと体が思うので、まあ 96% って評価は妥当じゃないかなって思います自分の中でも。なのでかなり信憑性がある結果が出ました。はい、これがオキシメーター。はい、あとはですね、こちらの携帯のねアプリがねあるんですけども、まあ、こうやって左から歩数、消費カロリー、運動時間、あとアクティビティなんかも見れて、まあ、トレーニングの負荷、今トレーニング状態どんな感じだよ、リカバリー、あと何3時間後に 100% になるよ、まあ、今日ね朝ちょっと走ったんで、あとランニングレベル、心拍数、まあ、睡眠、お全然今日頑張ってるね、5時間36分しか寝てない、はい、とか、あと HRV 指数つって、朝にね、心拍を測って、その日の調子というかね、どんくらいのトレーニングをするかっていう指標を立てるやつ。で、今私は69キロ、恥ずかしい恥ずかしいっていう感じになってます。こういうのも
アプリでね、簡単にわかりますし、まあ、アクティビティですね。お、9月ね、270キロ走りましたよと。で、今、10月なんですけど、まあ、38.48キロ走ってます。みたいな。で、今朝ね、のやつは、まあ、5.06キロ走って、運動時間29分。で、平均ペース54分、5分49。出力とかね、最速1キロ、累積上昇、平均心拍、カロリー消費、ランニングパフォーマンス、トレーニング負荷なんかもね、こうやってざーっと見ていきます、うん。で、評価ね、トレーニング、まあ、1、2.1、有酸素 T は、で、無酸素は 0.0、効果なしで、今回の練習はって感じで、こうやってね、ラップの方も出てくる仕様になってますね。うん。さらにですね、ルートっていうのを作れるんですよ。ルートっていうね、ところを押すとルートが作れて、で、そのルートを、アプリで作って取り込むとですね、こうやってね、ランをするときにランを押します。で、さらにこの中で設定を押します。そうするとナビゲーションモードっていうのがあるんで、これナビゲーションを押すと、さっき登録したルートがね、出てきて、コース案内をされながらラップが取ることができます。なので、いつも撮ってるラップに加えてコースを案内してくれた Google 先生を開きながらラップが撮れるみたいなことができるので、まあ、これを思ったら、あの沖縄のね、100キロ僕途中で大幅なコースを間違えましたけど、これさえしとけばね、教えてくれたんだろうなみたいな。コースから40メートルくらいずれると、このアラームが鳴ってバイブレーションも鳴って、ルート間違ってますよみたいな教えてくれるんですよ。なので、そういう便利なモードもあります。だからトレランとかもね、事前に設定しとけば、ある程度自分の設定した道通りにこうやってルートを案内してくれるんでね、トレランみたいな一番道に迷いやすいようなところで活用してみるのはいかがかなと思います。あとですね、この今ランのモードずっと言ってましたけども、今回はですね、このトラックランモード、トラックでより正確に、やっぱね、トラックだと GPS 結構ずれちゃうんですけど、より正確にトラックをで走るときに撮れるように、このようにトラックモードが搭載されてます。はい、1レーン走るとか400で走るよみたいな。これもね、2レーン3レーンとかって変えれるんですけど、設定で。はい、このようにトラックモードも相変わらず健在ということですね。まあ、このアクティビティの方はね、もう20種類以上あるんですけど、まあ、トレイルランモードだったり、ハイキング、バイク、スイミング、ね、様々あります。で、トレーニングプランとかトレーニングセットってこうやって出てくるんですけど、アプリで相当細かく自分のランニングデータが出てくるんですけど、それを利用したトレーニングハブ、トレーニングデータを表示しながら、カロスの、コーチチームが自分にこういう練習をした方がいいよとかっていう風にね、アドバイスをくれるね、そういうプラットフォームもなんと存在していて、あのね、キプチョゲが所属する NN ランニングチームなんかもね、そのプラットフォームを使用してるっていう話なので、ぜひね、皆さんもね、もし興味ある方はプラットフォームに、ログインして、その自分のデータを照らし合わせたり、コーチにお願いして、どういう練習をしていけばいいですかみたいなのを やればね、あの英語でやり取りとかできるみたいなので、そういうプラットフォームも存在してます。やってみたいですね、企画でもね。サブ 3.5 するためにはどういう練習をすればいいですか、僕のデータはこれですっていうね、結構細かいね、データをお渡しすることができる、今までね、取ってきたログがあるんで、それをもとにコーチが英語でそのランニングのトレーニングメニューを作ってくれたりするみたいです。はい、それもね、結構面白いですよね。企画でいつかできたらなとも思ってます。まあ、あとはですね、ストラバ、ナイキランプラスなどのね、アプリとも同期することができます。一つ注意してほしいのがですね、このペース3発売してからね、もうやっぱ大人気ということで、すぐにね、速完したんですよ。で、今在庫がちょうどなかったんですけど、この動画が出たということは、在庫が入荷されたということなので、もしまだ在庫があるなら、皆さんぜひね、チェックしていただいて、もし気になってるんだったら、お早めにご購入された方がいいかと思います。さあ、ということで皆さん、僕の熱量は伝わったでしょうか。今までね、もう3年間このペース2を使ってて、ペース3が登場したということでね、もうこちら本当に嬉しいんですよ。もう全ての機能がアップデートされたと言っても過言ではないくらいに感じます。もうバッテリー面でしょ、あとはまあタッチパネルができるようになりました。さらに音楽聴けるようになりました。機能面もプラスされてる機能が何個かありますと。
で、まあナビゲーションはもともとペース2でもあったんですけど、さらに正確に取れるナビゲーション機能 GPS、 ここ最近物価上昇とかありますけど、お値段の方も税込み3万3000円ということでね、もう素晴らしい企業努力。5万ね切っただけでももう今結構 GPS 時計って安く感じちゃうんで、さらに3万台って。で、あと皆さんには一度着用してみてほしい、本当に軽いっす。これがやっぱカロスの一番の真骨頂、軽さなので、これもねぜひ皆さん体験してみてほしいなと思います。最軽量モデルペース3、皆さんどう感じたでしょうか。僕の熱量伝わったでしょうか。本当にもうマジでいいと思います。で、レビューの方はこちらまでになるんですけども、皆さんちょっと前の動画で僕ね、まあお恥ずかしいんですけど、誕生日なんでチャンネル登録してくださいってお願いしたと思うんですけど、最後の最後にねちょっと匂わせっぽく、あの僕の中では最大限のイケメンの声で、チャンネル登録したらいいことあるかもよって言ったじゃないですか。チャンネル登録したらいいことあるかもよ。そうなんです、プレゼント企画やりたいと思います。僕が今まで使用してたペース2の方を、カロスさんにね確認したところ、やっぱ一人でも多くの方にこのカロスの製品の良さを知っていただきたいということで、プレゼント企画してもいいですかって僕が確認したら、快くねいいですよっていうお答えをねいただけたので、僕が使用したやつになってちょっとお下がりではありますが、ペース2の方を1名様にプレゼントしていきたいと思います。約3人間使ってたんで、ちょっとバッテリーの方はねややちょっと弱くなってますが、もうこの軽さだったり機能面をねぜひカロス考えてる方確認していただきたいなと思います。で、まあ、ここまでねもう動画見てる人なかなかもういないと思うんですよ。僕は知ってるんです。ペース2のプレゼント企画で1名様にあげたいと思うんですけど、一番最初に僕のツイッターに DM をしてきて、かつお名前、住所、お電話番号、もちろん住所には郵便番号も書いてくださいね。で、最後に一つ、四つ目は僕の好きなところを一番最初に DM してきた人に、このカロスペース2、僕のお下がりをあげたいと思います。発表されても OK な人、はい、発表されても OK な人、チャンネル登録した人にはやっぱりね最初に通知が行きやすいんで、この間僕はチャンネル登録お願いしますって言ったんですよ。もう送ってるんですかね皆さん、今頃ね必死に、もしかしたらこうパーってね、一番最初に僕に DM が届いた人で、不手際がない人、お名前抜けてたり、電話番号抜けてたり、郵便番号住所抜けてたり、まあ、僕の好きなところ、ここ一番重要です、ここが抜けてたりした人はもう次の人に回します。約3年くらいね使用してて結構愛着もあるんですけど、自分も使ってみたいなっていう方にねお譲りしたいと思いますので、ぜひ Twitter っていうか X ですかね、今の言い方は X の DM にぜひ応募していただけたらなと思います。そんな感じでぜひねこの動画を見てためになったよと思ったらね、高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録やってもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next running soul! バイバーイ。カロスペース3マジで軽いぜ、2も試しに使ってみてや。足速い。